どうも、しゅんです。こんにちは。皆さん、ついに3月1日になったということで、今日が1年で最も就職活動の情報が溢れる日と言われてるんですけども、今日はですね、みなみさんに3月からの就活生の動き方についてお聞きしようと思っております。みなみさん、よろしくお願いします。はい、どうも、こんにちは。みなみでーす。はい、今、沖縄県にいます。3月1日になったと思うんですが、就活生どう動けばいいか教えてもらってもいいですか？まず僕自身の話をすると、僕2012卒の社会人なんですね。ちょうど10年前に僕も就職活動をしていました。だからいろいろ動画で偉そうに言ってますけど、要は焦るなってことを言いたいです。僕自身も焦りました。当時はまあ4月1日が解禁日とかで、エントリーをとにかく上から順番に人気企業早くエントリーしなきゃみたいな感じで焦ったりしたんですよ、僕も。で、結果的に10年経ってみて思うんですけど、あの焦りって本当に無駄だったなって思います、はい、いや焦りますよね。僕自身も情報弱者だったし、世間知らずだったし、その就職活動で人気就職ランキング上位に入ることが一番の人生の成功だと思ってしまっていたので、皆さんと同じように焦ってたんですね、僕も、うん、けどやっぱ10年経ってみると、なんて無駄なことをしたんだろうっていうふうにすごい思う。それは焦ったらなんで無駄なんですか？ストレス、無駄なストレスで、そもそもなんですけど、就職活動をするっていうことは金を稼いで生きるっていう、たくさんある選択肢の一つであるサラリーマンとして雇われて生きるっていうことをしているに過ぎないことをまず理解するべきなんですね。だからそもそも人に雇われて働くってことが自分の人生にとって正解かどうかっていうのをしっかり考えた上でその選択肢をしてほしいと思う。それを知らずに、就職活動イコール全員がやるもので、就職活動は人気偏差値ランキング上位に入った人が勝ちみたいなっていうことは考えないでほしいと思ってます。僕もそうなんですけど、やっぱり人気企業に入りたいし、やっぱそこに入るためには周りより頑張らなきゃいけないとか、周りに合わせなきゃいけないっていう気持ちが生じるのはすごく分かってて、焦らなくていい代わりに何をした方がいいとかってありますか？いや、難しいんですけど、やっぱり社会全体の構造を上から俯瞰して全体像を見ようと頑張るっていう努力をした方がよくて、具体的にはインターネットで探して上位に出てきた検索結果だけじゃなくて、やっぱりすでにいろんな情報を知っていたりとか、いろんな経験をしている人から直接話を聞くってことをした方がいい。だから PC の前に座ってカチカチエントリーするのが正解なんじゃなくて、やっぱ知識と経験を持っている大人に自分の考えをぶつけに行くってことが一番の正解だとは僕は思ってます。確かに。じゃあ情報解禁だからといって焦って適当にエントリーするんじゃなくて、ちゃんとした大人に足を運ぶとか直接話を聞くっていうのが大事っていうことですね。そうで、聞くだけじゃなくて自分が持っている意見と仮説っていうのを作って、それをぶつけに行くっていうイメージで、じゃないと話を聞かせてくださいって言われてもこっちとしては面倒くせえなと思うわけです。じゃなくて、こういう意見を持っていて、こういうふうに思ってるんですけど、どう思いますかっていう方が、あ、この若者面白いなっていうふうに思うから、自分の意見をちゃんとぶつけに来てほしいと思います、うん、でもそういう学生は少ないですね、圧倒的に。そうですね。みなみさん、今お忙しいと思うんですけども、その忙しい中でメッセージ来て会いたいと思う学生とかの特徴とかってありますか？意見をぶつける以外。やっぱ苦労をしてる人間って強いですよね、魅力的だし。壁にぶつかったけど、その壁にぶつかってもういいやってメンタル折れるんじゃなくて、また挑戦して挑戦して、また新しい壁にぶつかって、でまた挑戦してっていう人ってすごく魅力的で、必死になって金稼ごうとした経験があるかどうかってすごく大事で、なんで俺が旬協力してるかっていうのも、まあ旬もいろんな失敗をしてきてるじゃない、はい、で失敗があったから必死さがやっぱあるんだよね、他の人と違って、はい、だからそういう必死さがあるかどうかっていう部分は超大事ですね。うん、必死じゃない人間は会う価値がない。なるほど。じゃあその必死さを伝えるっていうところは、みなみさんだけじゃなくて、いろんな大人の方に会うにあたって大事な要素っていうことですね。そうですね。で、必死さは金稼ごうとしたか、もしくは例えばスポーツの領域で部活で本当にガチで日本一を目指してましたっていう、どっちかかなと思います、うん、ビジネスの経験をしてるかっていうところと、まあ、部活とか何かに対して本気で打ち込んだ経験があるかっていうところ。そうです、そうです、ですね。ちなみに3月1日から就活をこれからやらなきゃなとか、まあ、この動画を見るのが4月とか5月になる人もいると思うんですよね、言って。確かに。で、焦ると思うんですよ。やばい、もう遅いかもしれない、いると思うんですよ。そういう人たちに対してどう思いますか？2パターンいると思っていて、1パターン目はマジでダメ人間の人、それは怠惰、怠け者の人。今までスマホゲームとさ、 YouTube しか時間使ってませんでした、めんどくさくて何もしてませんでしたって人は、今から本当に焦ってやった方がいいと思う。一方でそうじゃなくて、ちゃんと今まで努力してきて、大人とも会って自分の考えをぶつけてっていう正しい努力をしてきた人は、焦らないで大丈夫、自分のペースでやって大丈夫っていうふうに思います。なるほど。
僕の肌感ですけど、僕も含めてやっぱ学生時代なんか打ち込んだとかやりきったとかいう人少ないと思うんですよね。なので結局焦っちゃうなっていうのを思っちゃったんですけど、まあ現実はその人が7、8割だろうね。なんかそういう人たちを救っていきたいなと思って。じゃあまあ今日からもう必死で、まず身近なそのバイト先の先輩とかゼミとかサークルとかの先輩にちょっと僕の意見をぶつけたいんで30分時間くださいっていう風にお願いをするところから感じかな。それやらないのはただの言い訳だから、そういうのをやらない人はやばいと思います。はい、就職活動ってどうしても企業に受かることだけを考えたりとか、もう受験みたいな感じでテクニックによっちゃうと思うんですけど、それは稲荷さん的に本質的じゃないってことですよね。本質的ではありません。なぜかというと、世の中は全部商売になり立っていますと。で、要は就職活動においても人を煽ることによって儲かる立場の人が世の中には存在するっていうことを理解した方が良くて、まあ、具体的には言いませんけど、なんちゃらナビみたいなところとかあそこは学生が何十万人っていう登録があって、何十万人ってデータを持ってますぜ、だからこの何十万人にこうアプローチしたかったら僕らに何百万円払ってくださいっていう商売をしてるわけですよ。だから学生側は0円だけど、実は裏で企業側から何百万円取っているっていう構造を理解すること、だから焦るなってことですね。要するに、うん、一時的な情報だけに踊らされてはいけないっていうことですね。そう、どうやったら知れるんですかね、そういうのって。やっぱいろんな大人に自分の考えをぶつけに行っていく中で、みんなどういう商売してるんだろうなっていうのを知った方がいいって思った、うん、確かに、はい、作り手の立場に立って考えるっていう。そう、作り、そうそうそう就活で人気就職ランキング上位に入ればそれで人生成功だって思っちゃう人って結構いると思うんですけど、うん、それは間違ってますと、はい、なぜなら就職活動してからもそこから人生がめちゃくちゃ長いんですね。で、もちろん人気企業に入って幸せになる人もいるし、人気企業に入ってもイメージと全然違って不幸になってしまう人もいるし、頭がいいとか年収が高いって言われてるような企業ですらサボってるおじさんもいっぱいいるし、なんで転職したりとか自分で起業したりとかっていうことが起きてくるんですけど、だから就職活動はあくまでも人生のワンステップでしかなくて、これで人生決まらないっていう感じですね。例えば世の中には志望企業に落ちてしまったから心を病んでしまって鬱になって引きこもりになってとか、時には自殺してしまったりとかいうこともあると思うんだけど、それはもう間違っています。いい企業に入ってもたまたまいい上司に当たるケースもあるし、たまたま悪い上司に当たるケースもある。どんな一流企業と言われているところでも悪い上司っていうのはやっぱ一定数存在するので、入ってからも戦いは続くから、これでもう人生決まるっていうふうに考えるのは間違っているっていう、もっと長い視点を持ってほしい。でもなんか就職がゴールじゃないっていう視点はちょっと楽になるなと思いました。やっぱり大人になって例えば年収1000万もらったとしても全然楽しそうじゃないって人を見たりとかするとまた考え方が変わるかも、うん、自分の幸福ってなんだろうとか、何のために働くんだろうとか、サラリーマンってなんだろうとか、資本主義ってなんだろう、資本家と労働者ってなんだろうみたいな視点を持つといいかなと思います。確かに南さん結構企業を選ぶ上で年収は大事っておっしゃってると思うんですけど、それだけではないっていうことですね、はい、そうです、年収大事なんですけど、それが超ストレスフルでハゲてデブになって病気になってっていうのは間違ってるので、健康な状態で正しく稼げる企業を見つけたりとか、じゃあそれがなかったら自分で起業して、会社作ってしまうとかするといいと思います、うん、ということで南さんの動画他にも旬ダイアリーに出してるんで覗いてみてください。これから就活が本格化するということで、ぜひ皆さん就職活動を引き続き頑張ってください。南さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあな。